3、2、1、はい。皆さんこんにちは。今回はドルフィンスルー、ロングボードでのドルフィンスルーの仕方を教えていきたいと思います。ロングボード長いです。ドルフィンスルー難しいですけども簡単です。簡単に言うと体重力というよりテクニックでやる感じで、まあロングボード沈めたらワンボード、ミッドレングス、結構いろんな板沈めれます。ショートボードで沈めれない人も今から言うやり方でやっていただければ結構できると思います。左から差し込んでいって右で押し込む、そして足を入れる、差し込んでいって右で押し込む、そして足を入れる。左から沈めて右に入れて足で押すみたいな。体は沈めなくても大丈夫、こんな感じで。実質波来た時に頭を入れるみたいな。これを波が来た時にこういう感じでやると、身長165センチでロングボードでドロップできます。ロングボードができればパンボード、ミッドレンクス余裕です。差し込んでいって右で押し込む、そして足を入れる。板を沈めて平面にして足で押すみたいな。起きた時にまず板を沈める、この落ちきってきた時ぐらいにケツに当たるようにグッとさらに。ノーズを締めるだ沈めるだけでこういう風にやります。で、波が来たらすくい上げる感じで、この練習方法、左から沈めて次は右で沈めて足で押す3テンポルール、左から沈めて右で押す。全部が力任せではなく、こうテクニック、コツで。自分の体重は今65キロなんですけども、2年前は58キロでした。全然ドルフィンスルーしてました。全てはコツです。試してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。